ヨポさん。ヨポさん。おはよう。おはよう。こっちに音聞こえないんだよ、話しかけても。見てるんじゃないだから、大画面で見てますみたいな感じで。わちゃわ出たの。よし。朝食は。昨日イオンで買ってきたパン。もっとあるけど。よし、朝ごはんはこれはタルタル、なんだろうね、これはタルタルなんだっけ、なんかフィレオフィッシュカツっぽいやつ。あ、そうだそうだそうだ、なんかこのフィレオフィッシュ的なやつと、これは、クリームあんパンかな。生アンパンって書いてある。です。で、これは、これも久々飲むな。酪農牛乳のカフェオレ。あ、うまい。ああ、全然違うね、やっぱり。全然違うね、これは。あそこのパン美味しいね。ちょっと今度買ってこようかな。しかも安いし。めちゃくちゃ美味しい。てかめちゃくちゃ美味しいね。普通にちゃんとしたパン屋で買ったみたいな。うまい。うん。美味しいよね。すごい。奥までしっかり、表だけじゃなくて、ちゃんと奥までクリームがいっぱい入ってて美味しい。これもここだったかなと思ったら、ここまでクリームが入ってて、これ、あんこと生クリームが混ざってるって感じなのかな。生クリームの下にあんこが入ってるみたいな感じだと思ったら、なんか、混ざってんだ。美味しいな。昨日、今まで使ってたこのドライヤーが、急に壊れて買い替えた、この、サロニアの、ドライヤー使ってみましたけど、明らかに風量が上がってて、一瞬で髪乾きました。コーヒーです。うまよし、ではでは1時出かけます。この甘くないイタリアーノっていうのコマーシャルで見て気になって買ってみたんだけど、確かに甘くなくて、でもなんかね、かすかに甘い気がするんだよな。あれだね、ミルクの甘さ。あー、そっかそっか。だから本当に本来の味を味わえてるって感じで美味しい。ペットボトルのやつにしてはかなり美味しいかも。やってなさそうだね。やってないね。東北電力東照宮だ。え、どう？こんなに混んでるよ。あ、なんか全然止められるね。うん。無料なのいいな。いいね。無料なのが良心的。お前100台止められるよ、こんなところに。真ん中にも止めて。ああ、なるほど。ちょっとここ上に行くね。これも止めれるんじゃない？あ、上にもあった。ということでですね、今日は東照宮に来てみました。東照宮、うちの、まあ有名だと思うんですけど、仙台東照宮。うちから15分ぐらいの距離にあるんですけれども、私も1、2回しか来たことなくて、で、あれ？来たことないよね？家族は初めてっていうことで、もう仙台住み始めて2年が経とうとしてますが、初めて、東照宮、こんなうちから15分ぐらいの距離にあったのにね、全然行かないから。一回桜見に来たかな。それくらい。あとなんか賽の神みたいなのやってて、それ見に来たくらいだから本当に、こんな近くにあるのに2、3回しか来たことがないっていう感じなんですが、今日は東照宮に来てみました。でもそんなにめちゃくちゃあるわけではないよ。
でもこのなんか踊り場がさ、この4段ごとにあるから、うん、楽じゃない。見るとつながって見えるけどね。うん、だからこう一気にさ上まで行くより多分楽だと思う。そういうこと。ここで休憩できるから。そんなにきつくなかったな。じゃあ本当に。後ろも綺麗だね。まっすぐ道路が見える。この組み合わせがすごい。ね。そう、こっから道路が伸びて見えるって。すごい綺麗。こう仙台駅前まで道路が伸びて見えるんだよ。うん。うん。仙台駅前まで行くと、まっすぐ。ああ、なるほど。たった今だった。間に合わないと。今どうしよう。何をお祈りしよう。では、ちょっと、お参り。今日やればよかったね。今日いた。あ、本当だ。あそこは、ちょっと。あれなの？うん、かわいい。あの遠くまであれ聞こえるの？気が疲れたか。ごめんね。見られてる。俺見られてる。俺見られてるよ。行っちゃった。ここは、うん、普通に住宅街だと思うけど、知らないところだな。時間とか書いてあることも。犬の散歩だねって書いてある。これはどう考えても扉は閉まらない感じだから。本当だね。開いてる感じだね、ずっと。確かに。ここだけではこと足らずだからね。誰誰なんだ誰誰聞いたっけ。え破れる破れる。もういいよ。そこに入ってるんだ。じゃじゃーん。新着狙い。開かないよ。まっちゃん、開けます。ちゃん。あ、ハトじゃん。ハト？欲しかったやつ。やった欲しかったやつ。一発で、すごい。インプス。セキチか。ハト出たから。ちょっと呼んであげる？やったー。じゃあちゃんとぶら下げといた方がいいよ。バックに。バックに。やったー。もうセキチでもいい。ハト出たから。気にして力を揃える努力を続けること、縁談はまとまりにくい。残念だな。あんまりいいこと書いてないな。本当に末吉なのこれ。どっちかというと今日に近い。いや、ハトはでもあれしょうがないよ。ハトはこう、これから来るんじゃない。あと交通安全だから。一回もう一回半分するか。長いから縛りやすいんじゃない。縛り方わかんないね。誤解のない剣道を取る。わかりました。穴が開いてるところに。わかんない。こう斜めに。そうそれで1回で。あ、普通の縛り方でいいのか。いいんじゃない。初めてこのやつ。うん、本当はあの杉と松の木があるところ。
災いが過ぎるのと、あと幸運を待つっていうことで、いい方が待つ、悪いことが書いてあったら過ぎると思います。これはジャズフェス、これはほとんどじゃない、乗ってるから上がったり降りたり、こっちにも階段があったんだね。西と真ん中と東って3つあるんじゃないの、もしかして。西参道、うん、これ踊りそうですね。ここで踊ったりするのか。わかんない。では戻ります。ということで捕虜仙台、またまた何だっけ、水軒、水軒に行ってみたいと思います。本当にここの刀削麺が美味しすぎて、もう何回も来てますが、ラストオーダーが2時半だからね、もうすぐ終わっちゃうので来ました、水軒。さあ外町はないけど並んでないことを願います。あ、空いてそうじゃない、なんか普通に空いてる。今度はここで飲み会もありかも。90分飲み放題でこの中から2品選べるそうですが、3人で来たらほぼ全部食べれるっていう、これいいかもしれない。こんだけ料理あったら十分いいもんね。ポイントカードあるでしょ、でしかも一人一個ずつチャーハンかラーメンが食べれるという。これいいね、お得だし、なんかいいな。うん、なんかめっちゃ空いてきたな。あ、そっか、食べたら翔太が払ってくる。熱々五目刀削麺美味しそう。麺にたどり着くまで大変だと美味しそう。美味しい。美味しそう。ね、美味しそう。いや、よかった。ナス食いたかったから。いいね。くしゃみですよ。目についてどうぞ。一口。ね。目がよく見えるね。あの汁がないから。はい。肉味美味しそうだね。わ、うまそう。味噌餃子。おお。おお。ね。マーラー刀削麺です。美味しい？めっちゃ辛い。でこれがチャーハン。めっちゃ辛い。これごまかな。うん、この辛さがめっちゃいい感じ。
これごま味噌も美味しい。いや完食です、うまかった。いややっぱりスイキン美味しかったです。ではちょっとヨークで買い物。では久しぶりにここのスターバックス、おメロンフラペチーノ、これを飲んでみようと思います。あ本当に、あそんなでもないんじゃない。じゃあもちろん客様です。ちょっと安定感悪いのでお気をつけてお持ち帰りください、はい、ありがとうございます。どうも私が持って大丈夫ですか。はい、お母さんが苦手だ。こっちで撮る写真撮る。はい、じゃあこれ上先撮ってもらった方がいいかな。チャイティーラーで撮ってもらってよいしょ。大丈夫、はい、持ってっか。そこのカップの時間差だけ気をつけてね。ああそこね、はいはい、だったから、はい、じゃじゃん、期間限定メロンフラペチーノ。全然最近スタバ行く機会なくて初めて飲みます。4時半にしましょう。あーうまめちゃくちゃうまい多分美味しいと思う、うん、もう匂ってるもんここに。もうねメロンそのまますりつぶしたみたいな感じで、これはやばいね。甘いんじゃない、うん、ただねメロンの価格にしてはこれ安いと思う。うわうま、そして下これあのメロンの果実が入ってると思うんだけど、なんかメロンのシロップみたいなのも入ってて、てかめっちゃ美味しい。これやば、もうこれ絶対もう一回飲もう。もう一回飲みたいんだ、うん、いつまでか分かんないけど。美味しいよね。まだ来ない。まだ来ない。そう下じゃなくてちょっと揚げて飲むという、うん、そこの部分じゃなくて。うまい。ではではまた今度。ではではまた今度。はい。はいではではまた3日後に会うけど。はいバイバイ。じゃあね。これシェーバーを新しくしたんですよね。あの前使ってたジレットのやつがあの替え刃がどれだか分かんなかったからずっとあの替え刃買ってなくて、同じのね半年ぐらい使ってたんですよ。それに結構ね替え刃すげー高いんですよね。なのでちょっと買い替えました。このブルドッグっていうシェーバーですね。うん。これなんかすごいデザインがすごいかっこよくて、で、買えばとかもすごい安かったので、買ってみました。オリジナルバンプレーザーって書いてありますけれども。で、一応これ、本体のハンドルの部分と、この買えばが2つついてるみたいです。で、ちょっと開けてみましょう。お！めっちゃ質感高いじゃん。こんな感じ？おお、この木材のところもめちゃくちゃ質感高いし、この金属がちょっと非光沢になってる感じがいいですね。で、あ、ちゃんとキャップもついてるんだ。で、刃こんな感じ。5枚刃になってますね。替え刃が1個ついてるというような感じです。ここなんか開いたりするのかな？なんか開いたりする？あ、わかった。ここを押して着脱する。あ、そうだ。なるほど。あ、これいいですね。ちょっと使ってみます。なんか使う前からかなり良さそう。ていうかこれ、キャップついてるのがかなり嬉しいですね。これどっかに持ってったりするときに、この先っぽになんかラップとか巻いて、持ってったりしたんですよ。なので、このキャップがついてるとこのまま荷物の中に入れても、荷物が傷ついたり、刃が曲がったりすることないんで、いいですね。うん。夕飯はイカリングと砂肝。よインコ、インコさん、無視です。よインコ、よ
うん。で、あと、ホテルもどうしてもいいかも聞いたのね。うん。で、8月6日って言ってたでしょ？うん。調べてくれたら、HIS で、うん。の、まあ、持ってる枠？うん。で、3席しか残ってませんって言われた。したらもうそのまま寄せしないとまずい雰囲気じゃん。確かに。で、ホテルとかもやっぱり、C よりは B の方がやっぱいいですよって言われて、なんかおすすめところにしました。おぉ。あとで連絡はする。じゃあ、あとでっていうよりゴールデンウィーク来た時にまた説明するけど、うん。ホテルはちょっとなんか駅さらに近いところにしてくれたみたい。あ、本当に。いいね、それは。で、地下鉄で動くんだって、みんな。とりあえずはもう、この日で、その、ホテル取って、あと決めるのはなんかオプションがあるから、どれにか決めるだけみたい。あ、そうなんだ。で、翔太からパスポートの写真もらっててよかったよ。全部、その登録もしたから、電話で。おぉ。もう1時間以上喋ったんだよね。そんな大変なんだ。ナイロン製を切れそうになるから抑えてんです。したら、気に食わないみたいな。怒ってんの、ポーさん。これ捨てたいのこれ。ほら。捨てたー。ちょっと。嫌いなの？ではバイバイ。おっこさん。バイバイ。また会えるし。はーい。はーい。重い。そういえばこれ、アップルウォッチ、さっきアップデートして、今初めてつけたんですけれども、これアップルウォッチでも、アップデートした最初は、これハローって出るんですね、これ。iPhone 初期化して、新しい iPhone 起動した時みたいな感じで、このハロー、ハローだけですね。こんにちはとかいろんな言語は出てこないけど、これ初めて見たな。スタート。プレスザデジタルクラウン。あ、オッケー。来た。もう一回。あ、なんか最初にガイドっぽいのが。今度はプレスサイドボタン。はい。なんか最初チュートリアルみたいなのが出てきてるけど、これ特に前の OS から変わってないけど。あ、デジタルクラウンを回せと。はい。おぉ。ウェルカムトゥアプローチ。おぉ。来ましたって何が変わったのか分かんないけど。